自分でめっきるー。久々の DIY メッキ第3弾です。今回は、古のモデルガン、マルシン製 M16 のマガジンを亜鉛メッキしたいと思います。マルシンのマガジンは鉄なんですよねー。実銃がアルミマガジンなのに、モデルガンが鉄って、わらわら。この M16、83年製造です。刻印もちゃんとあります。Y の思い出のおもちゃです。わら。こんな感じで、分解レストアしたんですけど、マルシンからまだ補修パーツが、供給されていて助かりました。しかし現金書き留めのみの、取引には参った。わら、大メーカーなのに全時代的。取引方法も当時のまま、わら、需要あればまた別の機会に、詳しくご紹介します。ちょっとだけ完成ちら見て。本題のマガジンに戻りましてー、ご覧のようにサビサビです。薬莢も腐れまくって汚い限りです。触りたくねー。モデルガンなのにスチール製ってのがいいよね。マルシン M16 最大の特徴であり、美点。今回も亜鉛材料は分解した乾電池シェルを使用。分解取り出しが一番めんどい作業かも。メッキ方法も同じくサンホール系洗剤と電池です。ドボーン。ブツがでかいのでメッキ層にはペットボトルをぶった切って使用。でも、あまり余裕がありません。ショートしないように、目が離せませんよ。非メッキ物が大きいので、亜鉛も大量に消費します。材料がすぐ溶けますので、補充しながらです。本当はもっと大きな層を、100均ででも、買った方が良いと思います。映像のように気泡が上へ上がっていきますが、この対流にスペースがあった方が、より綺麗に仕上がる気がします。いつもながら有毒ガスが出てますので、十分な換気をするか野外で作業してください。サンホールは薄緑色ですが、類似品のナイスの方は無色透明ですので、様子を見守るなら、ナイスの方がおすすめです。いつもながら、電気メッキって、気がついたらできてるって感じです。不思議ですねー。です。引っ張り上げてすぐに中和しましょう。重曹も100均やスーパー等、どこでも売ってます。じゃーん、できましたよー。マガジンの内側は手が入らないので、オーブンで強制乾燥させました。残念ながら、対流に余裕がなかったので、気泡がそのまま後に残ってしまいました。チェンジゼロは聞こえてく正義の叫びダブルマシンの驚く爆音見える GO! GO! 見える GO! GO! 光か裏の機械だゼロはチェンジゼロは聞こえてくる戦士の歌声トランペットの風切るメロディー